私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。本人は絶賛なのに、暴徒と化したファンたち、藤井風ファンが暴走。元乃木坂46メンバーが微妙とイチャモン。自身でピアノ弾き語りを行い、演奏と歌唱をダブルで披露していく。豪華なバックバンドとコーラスとともに、生田は藤井の楽曲を熱唱。彼の魅力を残しつつ、自分の色を添えたステージを作り上げていた。生田は過去にも藤井の楽曲をカバーしたことがあります。それは今年8月に行われた彼女の初ソロライブでのこと。藤井の代表曲であるキラリをカバーしてファンから絶賛の声が上がっていました。12月14日放送の2022FNS 歌謡祭り、フジテレビ系第2夜に元乃木坂46の生田絵梨花がソロで出演した。大人気アーティスト藤井風の楽曲をカバーしたが、彼のファンから大ブーイングが巻き起こってしまったようだ。同日の番組で行われた特別企画、リスペクト、カバーに参加した生田は、藤井のデビュー曲である、何々 W をカバーすることに。本人は絶賛なのに、暴徒と化したファンたち。しかし生田のパフォーマンスに対し、藤井ファンたちはお怒りの様子。どうやら藤井本人の歌唱を望んでいたようで、放送事故レベル、藤井風を汚さないで、藤井風本人を読んで欲しかった。カバー微妙すぎて何とも言えん。変なアイドルにカバーさせるくらいなら藤井風本人出してあげて。本人がまだテレビで歌ってない曲をカバー、しかもテレビで放送されてるなんて最悪。生田さん何で数ある藤井風の曲から何々 W を選んじゃったんだ。もっとポップな曲があるだろ。この曲は本人以外が歌ったら壊滅的になっちゃうんだよ。などのブーイングが殺到している。そんなファンの怒りはつゆ知らず、藤井本人は生田のパフォーマンスを絶賛していました。番組放送終了後、藤井はインスタグラムのストーリーズで拍手の絵文字と共に最高です、などと絶賛。もしかしたらファンが荒れているのを目にしてコメントを発表したのかもしれませんね。本人が認めてさえいれば、外野が文句を言う必要はないはずだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。